こんばんは。2021年1月1日元日の夜でございます。曜日は金曜日、9時5分でございます。ちょっと今日は遅めの撮影となっております。アップもちょっと遅れると思いますが、お正月ですね。いかがお過ごしでしょうか。私は家で廃人のようになっております。食べては寝、食べては寝、そんな廃人のような生活を送らせていただいております。さあ、年明け2021年の一発目の大丈夫ということで、今日からもですね、また日々大丈夫だよ大丈夫だよ毎日言っていきたいと思っております。そして、今年もまた見てくれている方、本当にありがとうございます。大丈夫だよ、大丈夫、うん、大丈夫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 だから、大丈夫だからね、安心してください。あなたは大丈夫ですから、本当に本当に大丈夫、マジで大丈夫だから、うん、毎日言っていきますからね。毎回言いますけども、明日も明後日も毎日言いますから、よろしくお願いします。1月ね、4日5日ぐらいからまたお仕事始まるという方も多いと思いますので、この間にですね、この今のうちにしっかりリフレッシュして、心をまた新たにですね、お仕事に向けてしっかり調整していただきたいなと。お仕事をしている、これはもうアスリートですから、もう仕事のためにね、こう体とか、テンションとかね、モチベーションをこう整えていくっていうね、もうプロですから、プロとして皆さんお仕事されてると思いますので、もうね、いつものように行きましょう。私もそのように頑張りたいと思います。私はまだちょっとね、次の仕事が確定しているわけではなくて、まだこれから自分ごとですが、いろいろね、車のナンバーを変えたりとかですね、新たにちょっといろいろ登録し直したり、いろいろやることがあってからのちょっと新しい仕事っていうところでね、ちょっといろいろ僕は、4日ぐらいからですね、お役所とかもいろいろ開きますので、まずはそういったところから僕はしっかりやっていこうかなと思っております。なので皆さんも一緒にまたね、頑張っていきましょう。今はお正月ですから、しっかり、体休めたり遊んだり、いろいろリフレッシュして、いろいろね、この1年の計画を立てるっていうのもね、ありだと思います、ありだと思いますので、一緒に頑張っていきましょう。大丈夫ですからね、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫、うん、大丈夫だから、絶対大丈夫だから、大丈夫だから、うん。ということで、また明日会いましょう。平山茂でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。また今年もよろしくお願いいたします。本当によろしくお願いいたします。ではおやすみなさい。失礼します、失礼します。じゃあねー。お年玉は、お年玉企画は明日発表します。まだ見てないです。まだ見てないです。お年玉企画は明日アップします。ちょっとドキドキしますが、お楽しみに。おやすみなさい。